はい、おはようございます。マスターです。今日はですね、成功の10ステップのですね、ステップ8ですね、行ってみたいと思います。ステップ8はですね、人を怒らせるですねっていうことですね、お話ししていきたいと思います。おっとっとっと、いつもですねブログをご覧になってくださって本当にありがとうございます。今日は、人をですね怒らせるということなんですけれども、なぜですね今日はこれをですねあなたにお話ししなければいけないのかというとですね、まあ手っ取り早く言うとですね、まあ僕らはですね治療家でもありマーケッターでもあるわけですから、マーケティングですね、プロモーションをしていかないといけないですね。で、例えば広告を売ったりであるとか、あとはですね、どっかで喋ったりであるとか、何かをですね、お客さんに提案をしていかないといけません。その時にですね、当たり障りのないですね、まあ、平凡なメッセージというか、スタンダードなですね、メッセージをですね、使っていてもですね、人にですね、全く気づかれません。僕はですね、弟子とかお客さんからですね、マインドセットが強すぎとかですね、こと言われますけれども、マインドセットが強いんで、人をですね、怒らせることですね、なんとも思いません。で、それはですね、僕は人を怒らせたくて怒らせてるんじゃなくって、要は世の中にですね、強烈なメッセージをですね、吐いていこうと思ったら、強烈じゃないとですね、いけなくなるんですね。だからっつって、強烈だからっつって死ねとかバカとかそういう言葉は使いませんけれどもですね、世の中のですね、まあ間違っている常識とかをですね払拭させるために強烈に言うことはあります。例えばですね、あなたはですねこのままだったら成功しません、なぜなら…てんてんてんであるとか、ですね、世の中のですね人たちは大嘘つきですみたいな感じでですね、なので、これがあなたにですね示す道ですみたいな感じで、要は世の中とですね逆のことを言っていくんですね。で、これがなんでいいのかといったらですね、相手の目を引くからいいんですね。僕はですねこのマーケティングする時でも、人の前で喋る時でも、何かを提案する時で、要はお客さんにお金を出してもらう時に、世の中の要は常識とされているようなことと全く逆を行きます。そのことによって相手がですね、これコピーライティングの言葉とかマーケティングの言葉でフックを効かすって言うんですけれども、要はそのフックを効かせるんですね。ハッとさせるというか、そのことでですね、僕はこの、人をですね、怒らせるということですね、とてもですね、大事だと思っています。この前出てきましたですね、ダン・ケネディ、この前のですね、僕の成功のな、10ステップの7ステップですね、ダン・ケネディもですね、よく言いますけれども、1日にですね、一人も怒らせられない人、要はインパクトを与えられない人はですね、成功しないっていうふうにですね、断言してるんですね、ダン・ケネディだけに。まあ、まだですね、多分受けなかったと思いますけれども、とりあえずですね、人を怒らせる、人とですね、逆を行く、これはとても大事だと思います。結構度胸がいりますけれども、僕はですね、それをやってきたおかげで短期間にですね、他のですね、起業家のコーチとか、治療家のコーチよりもですね、成功できたんだと思います。ぜひですね、これやってみてください。それでは、今日はですね、この辺で終わっておきます。次回はですね、成功の、10ステップ、ここの6つ目ですね。自分が稼ぎたい金額とか、自分が達成したいですね、ものの10倍をお客さんに与えろということですね、お話ししていきたいと思います。ぜひですね、ギブアンドテイク、の真髄ですけれども、ですね、次聞いてください。それでは、今日ですね、この辺で終わっておきます。また次回お会いしましょう。では。